おはようございます。やんちゃです。2021年11月9日の朝です。そして雨です。いやー、ちょっとあれするか、タイマーと25分のタイマーをつけるのはいいんですけど、この雨の中25分果たして撮影し続けることができるでしょうか。はあ、今8時ぐらいですけど、7時ぐらいはまだ全然降ってなかったんで、その時に撮っちゃえばよかったなっていう後悔はありますが、まあいいでしょう。久しぶりの雨天撮影。はあ、まあ、本当は昨日雨降る予定だった気がするので、まあちょっと後ろ倒しになりましたっていう感じですか。何の話だったっけな。雨天撮影は傘を持ってるんでキューブができないんですよね。もういい加減キューブのコーナーはもういいかなという気はしてるんですけど、ちょやばいやばい。雨が、いやー、ちょっとこれハラハラしますね。これ雨の音どれぐらい入ってるんだろう。めちゃくちゃ降ってるのが分かりますかね。やばー。まあいいや、平常心でやっていくぞ。なんかキューブもう一回揃えられるようになってしまってからは、向上心を持ってやるっていうよりはなんか現状を維持する圧力でやってるっていう感じがするんですよね。あ、なんか10時間ぐらいやってないけどこのままやらないと忘れるかもみたいな、なんかそういう危機感でやっとかなきゃみたいな感じでキューブをやる。そういう構図になってきてしまってて、これもう一生やめられないやつじゃんみたいな、なんかちょっと怖くなってきましたね、キューブがね。あの風呂に入るときとかもちょっと湯船に浸かってる時間がもったいないからキューブを持っていきたいけど、キューブって防水なんだっけみたいな。なんとなくキューブは別に水に濡れても大丈夫な気はするんですけど、やめとこうみたいな。なんか一回キューブと距離を置いた方がいいような気がしてきたんだよな。でもまあ隙間時間にやれるぐらいの手順になってるので、まあハマりすぎなければいいのかなという気もするんですけど、なんか気がつくと30分ぐらいやってる気がするんですよね。なんかハンドスピナーの時はこんなことはなかったんですけど、やっぱキューブはある程度習熟を必要とする上に、こうそれまでの苦労みたいなのがこう報われたいという気持ちがあるのか分かんないですけど、のめり込み具合が違いますね、やっぱりね。はい、キューブの話終わり。そう、なんか11日木曜日かな、木曜日になんか会社でインフルエンザの
ワクチン接種をやってくれるそうなので、出社してきます。もう出社してきますっていうのがいいですよね。出社は特別なものっていう感じが。もう実際出社しないのがデフォルトで、出社するのはかなり特別って感じがしますよ、すでに。で、まあせっかく出社するんで、ついでに皮膚科も行こうかなと思って、この小指の治らないんですけどっていう。でもこれ薬貼ってても治らないとなると、次はどういう処置をされるのかちょっと心配ですね。なんか本当はこういう出来物って、なんか液体窒素とかでキーンってこう固められて、ハンマーでパキって割られる。わかんないけど。勝手なイメージですけど、なんか凍らせて取り除くみたいな処理をするって聞いたことがあるので、あんまり薬で治らないとなると、そういう処置が待ってんのかなと思うと怖いですね。とはいえ、うん、ずっと待っててもしょうがないので、先に進めていくしかないんですよね。なんか Vlog とは直接は関係ないんですけど、もうここ2ヶ月ぐらいで生活習慣がガラッと変わってしまって、もう10時には寝る準備をし始めて、10時半には寝床に入ってる、で6時半に起きる。8時間睡眠みたいな、そんな生活を繰り返してるので、前3時間睡眠だった時と比べると、1日の活動時間が5時間も減ってるんですよね。まあ、5時間も減ってると、その分何が少なくなってるかって、ゲームをやる時間が、ほとんどなくなってきた。で、今月、本当はその FF、ファイナルファンタジー14の新しいバージョン 6.0 が出るはずだったんですけど、で、予約もしてるんですけど、どうやら発売延期になって来月になってしまったっぽいんですよね。ただ、今月はそれの他にも、なんか、なんだっけ、新女神転生5 だっけ、もう発売日なんですよね。メガテン5、いつだ、11日じゃん。やば。これをやろうとは思ってるんですけど、いつやれるんだ。11日といえば MacBook Pro も届くから、ファイナルカットプロもやらなきゃいけないんですよ。ファイナルカットプロはゲームじゃないけど、ちょっとファイナルファンタジーっぽいけどゲームではない。一体いつやれば。あと、なんだっけ、先月末にエイジオブエンパイア4っていうゲームが出たんですけど、それはエイジオブエンパイア3がもう15年ぐらい前なんで、すごい久しぶりに出た新作なんですよね。なんか軍勢を用意して敵軍と戦争する系のゲーム。なんだろう、なんかまず農民みたいなのがいて、農民に農耕をさせるように指示して、
で人を増やして、で人が増えてきたら軍備を整えてみたいな、国づくりみたいなやつですよね。やっぱそれが面白そうっていう話を見て、別にそんなに対戦には興味ないんですけど、キャンペーンモードっていう一人でやるモードが、だいたい毎回その実際の歴史をなぞったりして、ちょっと歴史の勉強っぽくなるので面白い、だからやりたい。3の時は何だったかな、なんかアメリカの西部開拓時代みたいな、それもやろうと思えば今すぐできるんですけど、とてもじゃないけどやれる時間がなさそうなんだけど、それにしては前も言いましたけど、ルービックキューブに5時間費やしたりする日がある土日とか、このそう考えると、そのテレビゲームとかパソコンゲームやりたいなって言ってるものって、実はそんなにやりたいわけじゃないのかなっていう、だってやってないんだもんそうルービックキューブこそが本当にやりたかったことなんだなっていうことが分かりましたと言いたいところなんですけど、多分そうではなくて仕事とかでもそうなんですけど、やり始めたものに対してやる気が湧いてくるので、多分今言ったその女神転生とかファイナルファンタジーとかエイジオブエンパイアとかも、やり始めたらなんかずっとやっちゃいましたみたいなことになるんだと思うんですよね。なんかやる気のあるものをやるんじゃなくて、やり始めたものをやる、っていう風に考えると、ますます何をやり始めるかっていうのが選択が重くなってくる気がするやり始めたことは大体やり続けちゃうんだから、てかこの Vlog もそうですよね。なんか 軽い気持ちでやり始めたけど、もうそろそろ2ヶ月間とか雨の日もいや台風の日は除く、結果的にやり続けちゃってるわけですからね。なんかやり始めたらやり続けちゃうなって思うと、やり始めるのが怖くなるっていうのはありますけど、ただじゃあ今まで始めたものでやめなかったものがあるかっていうと、ほとんどのことはやめているので、やり始めたらやり続けるっていうのはあんまり中長期的な話ではないんでしょうねそれこそ1週間とか1ヶ月とかの単位のことであって、今これを始めちゃったらもう一生やめられないだろうみたいなことにはならないわけですよね。まあそういうふうに考えて、なんか始めるハードルをあんまり上げないようにしたいどうせやめられるから、やめられるからやっちゃいなよみたいなそういうぐらいの気持ちで始めてしまってもいいんじゃないか。
さ、なんか雨が止んできた。これなんか不思議なんですけど、この屋上ってどうやって水はけしてるんだろう今水たまりできてるけど、別に側溝とかがあるわけじゃないし、どこに水が流れていくんだ。一応地面に染み込んで流れていくようになってんのかな。それとも乾くのに任せる。なんか前に屋上にキノコが生えてんのも見たことあるし、割と湿気たままになりやすいのかもしれないですね。なんか雨の日は感覚が研ぎ澄まされる気がするなんでだろう。心なしか空気もいい気がするんですよね、雨の日の方が。やっぱ埃が雨に巻き込まれて流れていくからですかね。これぐらいにしとくかこのままアラームが鳴るまで佇んでてもしょうがないし、なんかめっちゃ濡れてきたし、はい、というわけで今日はこれぐらいで、バイバイあ、ちょっと待って、止めるボタンがどこか分かんなくなったはい。